皆さんこんにちは。痛みだより6月7日号です。痛み市内で警察官を語った特殊詐欺被害が多発しています。特に高齢者を中心に被害に遭っており、特殊詐欺電話の多くは固定電話にかかってきています。還付金がある、 ATM に行って、暗証番号を教えて、そしてカードを預かるなどの電話は詐欺です。防犯機能付き電話機を使用するなど被害防止に取り組んで、不審な電話があったときにはすぐに警察に通報してください。お問い合わせ先は伊丹警察署です。電話番号です。072-771-0110 771-0110となっています。お気をつけください。それでは今週の痛みだより姿勢情報から始めてまいりましょう。続いては姿勢情報です。担当は藤井加奈子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。改装工事のため休館していた伊丹市立障害学習センターラスタホールが4月1日リニューアルオープンしました。ラスタホールは文化学習施設、図書館、福祉施設、フィットネス施設が集まった伊丹市南部にある複合施設です。多種多様な文化教養、健康増進事業の開催や同好会、ボランティア活動など、市民の主体的な地域活動を支援しています。昨年7月から改装工事のため休館していましたが、今年4月1日にリニューアルオープン。より使いやすい施設に生まれ変わりました。省エネルギーに配慮した照明設備の LED 化、設備機器の更新や館内のバリアフリー化など、どなたでも安心して利用できるより快適な空間になりました。今回はより使いやすく生まれ変わったラスタホールの各部屋や設備をご紹介します。ラスタホールの館長秋丸さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。お願いします。今回の改装工事なんですが、どのような目的で行われたんですか？ラスタホールが平成4年に建てられましたから、年月が経ったので老朽化した設備の更新をさせていただきました。またこれまで使い方が固定化されていた設備や部屋をいろいろな用途に使えるように変更し、使う人の目的に応じて利用できるような仕組みを取り入れました。いろんな用途に使えるようにということでしたが、例えばどのような部分なんですか？それでは施設内をご案内いたします。こちらへどうぞ。こちらが多目的室兼調理室です。以前の調理室はコンロや、調理台が床に固定されていたんです。改修後はこのように調理台がフラットな机にもなるタイプに変更しております。また机が移動できるようにもなっているんです。隣の倉庫に調理台を移動させ、机がない空間だけにして利用できるようになりました。ラスタホールには他にも多目的室が3つあるのですが、その日の予約状況に合わせてこの部屋を会議や講座などで使えるようになりました。これまで調理室としてしか使えなかったこちらの部屋も、このような工夫があるといろんな用途に使えますね。続いて広い空間にやってきました。こちらはホールですか？そうです、こちらは多目的ホールになっております。講演会や発表会などのイベントに使うことができます。広さは198平方メートル、定員は160名になっております。フラットな空間としても使えますが、中央に30センチの高さの可動式ステージが出るようになっています。他
にもベヒシュタインのグランドピアノを用意できますので、ピアノを使うコンサート、音楽会にも対応できます。また300インチのスクリーンも出ますので、上映会やプロジェクターを使った講演会もできます。ステージを出した時も出演者と観客との距離が近いので、地域のイベントなどの利用にぴったりですね。またイベント本番だけでなく、音の響きのいい場所で練習したいという要望にも応えられますね。他にも以前あった視聴覚室、マイコン室から使用頻度の低い映写機などを撤去し、防音設備を生かした音楽練習室やダンスの練習にも使える多目的室へと改修いたしました。多目的室1、2ともに卓球台などもあり、利用者にとても人気があります。今回の改修では貸室だけでなく、館内で市民が交流できるフリースペースやキッズスペース作りにも力を入れました。館内には訪れた市民の皆さんが自由に使えるように、このように椅子や机が並んでいる場所がいくつかあるんですね。はい、講座やイベントが終わったらすぐに帰るではなく、そこで知り合った皆さんと交流ができたり、さまざまな目的で集まった市民の皆さんが気軽に交流を深められる場所として、フリースペースを設けさせていただきました。また子育て中の親子が訪れることも多いので、授乳室やキッズスペースが作られ、館内でゆっくりとお子様と過ごしていただけるようになりました。子どもが公園デビューするときに地域の親同士の交流が始まるとも聞きますが、こちらですと天気や季節に関係なく子どもを遊ばせながら親同士の交流の場としても使えますね。はい、ラスタホールには伊丹市立図書館分館も併設されています。こちらの図書館も今回改修が行われましたので、どこがどう変わったのかご紹介します。こちらも照明が明るくなり、入り口の雰囲気も変わりましたね。そうですね、だいぶ明るくなりまして、新しい本を展示する新刊棚も新しく設置されました。それから、自動書コーナーの本棚も新しくなりまして、蔵書可能冊数も2000冊ほど増えております。子どもたちにはたくさんの本に出会って学びを深めてもらいたいですね。はい、また以前なかった真ん中に仕切りもできたんですね。はい、防音の目的もあるんですけれども、お客さんに分かりやすいように児童書コーナーと一般書コーナーが分かれるように、真ん中に壁を作りました。それからカウンター式の閲覧席もできまして、真ん中に仕切りもありまして、よりゆっくりじっくり本を楽しんでいただけるようになっております。おしゃれな閲覧席ですね。図書館で過ごす時間もますます楽しくなりそうですね。はい、また入り口に入ったすぐのお部屋なんですが、以前と何か変わったところはあるんですか？そうですね、こちらのお部屋は行事の部屋といいまして、読み聞かせなどのイベントをするお部屋になっています。段差があったんですけれども、その段差をなくしてバリアフリー化を図りまして、内装もきれいになっています。細かい部分も利用者のことを考えていろいろ変更されているんですね。はい、その他にも市民の皆さんに知っておいてもらいたいことなどありますか？はい、ぜひ知っておいていただきたいのが、図書館が閉館中に本を返していただくところ、返却ポストというのがあるんですが、それの場所が変わっております。以前あった場所は郵便受けになっております。新しい返却ポストはラスタホール正面玄関入らないで北の方に少し歩いていただいたら看板がありますので、間違いないように返していただけたらと思います。皆さん、返却の際は注意して、これからもたくさんの本に親しんでくださいね。最後にご紹介するのは4階のフィットネスラスタです。こちらも大規模な改装が行われました。仕切りがあった部分を一つにつなげて、スペースを開放的な空間に。また器具の利用待ちの時間を短縮するため、
使用頻度の高かった器具を増やしたり、屋内プールサイドの床を滑りにくいシートに張り替えるなど、より利用者が快適に運動できるような設備になりました。ということで、器具を使った運動を体験させていただきます。はい、それではですね、そのまま後ろに蹴り出していきましょう。そうですね、上半身はしっかりまっすぐ保ちながら後ろに蹴り出していきます。そうすることによってお尻のあたりに効いていきます。どういった効果があるんですか？そうですね、お尻を鍛えることによって、腰痛の、予防になったりだとか、あとはね、あの女性の方なんかだと、シェイプアップなんかにも効いてきますね。結構このお尻に直接効いてますね。そうですね、器具を使うことによってダイレクトに、ね、その部位を動かすことができますので、お尻にすごい効いてくると思います。じゃあ器具を使うことでより効果的に運動をすることができますね。そうですね。ラスタホールの文化学習施設、図書館、フィットネス施設、いずれも新しくなり、さらに使いやすい施設となりました。皆さんも趣味や学びの幅を広げるため、また健康維持増進のためにラスタホールを利用してみてはいかがでしょうか。今回は4月にリニューアルオープンしたラスタホールの話題でした。ご紹介した以外にも、自習室のスペースが広がったり、地域の交流を深めるためのスペースなども充実しました。またデイサービスなど地域の福祉拠点も併設されています。エントランスなども明るく雰囲気が変わっておりますので、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。藤井加奈子さん、ありがとうございました。市政情報のコーナーでした。